クアッカワラビーは、哺乳孔相前は木管ガルーカクアッカワラビー族に分類される有体類。本種のみでクアッカワラビー族を構成する。別名国家。オーストラリア南西部模式標本の産地は、キングジョージ湾、アルバニー。東道長オス43.5から54センチメートル、メス40から50センチメートル。 オナがオス26から3 1ンチメートル、メス24.5から2 8 5トル。体重オス2.7から 4.2kg、メス2.7から 3.5kg。オは、やや短い。全身は、長い体毛で密に覆われる。体毛は、肺褐色で、白や赤い体毛も混じる。次回は、非常に小型。小休止は発達する。 火災後に植生がある、程度回復した湿原に生息する。ロットネスト島は乾燥した環境だが、荒れ地で夏季の摂氏40度の高温にも耐えて生息している。ロットネスト島では最大150頭からなる群れを形成して生活する。水場を含む縄張りを形成し、群れのオス内では優劣がある。火災から10から19年ほど経過して植生が、 発達すると適した環境へ分散、移動する。出現ではトンネル状の通路を作って生活する。草、低木の芽、葉などを食べる。繁殖様式は体制。大陸部の個体群は周年繁殖するが、ロットネスト島の個体群は周期に繁殖する。妊娠期間は27日。1回に1頭の幼獣を産む。幼獣は、 生後約190日は母親の育児脳の,の中で生活し、10月までに授乳する。生後10から12ヶ月で生成熟する。ロットネスト島では実験動物とされることもある。湿地開発による生息地の破壊により生息数は減少している。人為的に移入された猫や赤狐による捕食によっても生息数は減少している。 豚による植生の破壊も本種への脅威となっている。以前は西オーストラリア州南西部広域に分布していたが多くの分布域では絶滅した。大陸部では本来は適した環境を求めて移動するが捕食者によって移動が妨げられてしまい同じ地域に生息し続けている。ロットネスト島では生息数が多く他の島初へ導入もされている。日本では 埼玉県子ども動物自然公園で2020年から飼育されている。ありがとうございます。